いね。ベルゾナ前一回も出たことないからね。あ、当たった。やりました。で、当たったらもう終わりです。あー嬉しい。95ゲーム負けたよ。何クマチャレンジって。通常時の初当たりとか、あとそれに関わるものに設定差があるんじゃないかと言われておりますし、僕もそうだろうなとは思っていて、例えば、キナナ4連とか、ゴットとか、赤ナナとか、まあ、そういう設定差がないもので当たったのはもちろん除くとして、除外するとして。まあ、普通にモードは上がっていって当たるとか、あとはまあその、便宜上通常モードとしておきますけれども、通常モードっぽいところでよく当たる台とかね、まあ、そういうのが高設定だったり、今までの傾向から言うと偶数設定の可能性が高かったりするのかなという、ね、感じがします。で、あとはひなの3連からの AT の当たりとか、あるいはリプレイ3連からの、Gストップの当たり具合とかにも設定差がありそうだと言われております。まあ、Gストップはね、もろに関わるものなんで、 AT の初当たり全然そこに設定差があるのは全然不思議じゃないですね。だ、何にしても今までのゴッドシリーズと一緒で、そんな簡単に設定が分かるような仕様じゃないと思います。下手すりゃ高設定とか6打ってても1日それと気づかないで戦ってることもあると思います。だからね、高設定掴んでそれを自分で、なんだろう、高設定だってもう実感しつつ勝ちたいっていう人は多分この台向いてないです、まあ、他のゴッドもそうだけど。お、なんかすげえいい出目が止まってますよ。ここが V だったら多分天国以上だと思います、今まで通り。お、止まってるね。まあ、当たらないまでも上の方のモードにちょこちょこ行ってる気配が見られる台はいいですね。期待していいと思います。で、このね、凱旋って確か119だよ、使い割り6の119なんですよ、確か。お、チャンス目です。 V 偶数 V なんで6は多分普通に引けてれば安定して5000枚以上出そうな気がします。まあ、でもゴッドの破壊力が上がってますからね今回。お、来た、行きましたよ、一番いいステージ。今のところ焦ったことないで、いい数字が出目が止まってたので、さっきの V4V で当たったのかもしれないね、あのチャンス目の時。あ、これで当たりそう。あ、来た、リプレイが揃ってるんで、これ対応力矛盾ですね。はい、いただきました。176ゲーム投資が2000円追加かな。やりました。で、ここが青とか黄色金色だったらストップありですからね。はい、あ、来た、嬉しい。そう、いつも通りですよ、ここを見とくってね、最初はね。やったやった、ちょっと溜めたよ。とりあえず2セットは続きます。これで
カンナが弾いてたわ。こいつ本当に肉ばっか残して。あー肉丼じゃん。肉丼だよ。緑だったのに。マジムカつくよこれ。お、赤い赤い丼。そうなの。まだしかないわ。うわ厳しいね。大丈夫、押されてるよ。あっ、よかった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 。うん、気持ちいい。頑張れよ。先輩かっこいい。はい、来た。2連目です。さらに色は白い。2発で終わりかな。そうだ、すぐ忘れちゃうんですけど、この番組って負けると罰ゲームしなきゃいけないんですよね。すぐ忘れちゃうんですけど、だからやっぱり終始的な意味だけじゃなくて負けたくないですね。今これいいですよ。だいぶいいですね。投資6000円で500枚超えてますから、持ちコインが。で初当たりもまあ最初は G ストップ確定パターンで G ストップ引いて G ストップ内で当たったんでね、あんま設定に関係ないとは思いますけど、2回目の当たりは設定差があるような当たり方だったんで、これはいい台をもしかしたら掴めてるのかもしれない。となると私罰ゲーム回避に近づいてるような一歩ずつ。さあ2セット目終了でございます。ストックあるっていう保証は全くないですが、ぜひとも当たってほしい。ラスト、あー残念でした。多分ここで数転敗しなかったら、これ抜けた後にすぐ当たるだと思います。系譜と一緒だと思います。系譜も G ゾーンのラストゲームで奇数が転敗しないで終わっちゃったら、ストックあり確定ですぐに、G ゾーン抜け後すぐに当たるっていう特徴があったので、多分そこは一緒だと思います。
お連続変動の最後炎あ当たってんじゃん多分当たりました。なったかよなったか分かんないけど当たった。ちょこちょこチャンス役が引いてたんですけど多分通常モードで当てたってことなのかな。となるとちょっと期待しちゃいますね。今までのシリーズのことを振り返ると6じゃないですかこれ。あるんじゃないですか。200枚に届かず184枚です。半分ちょいぐらい300枚取れるはずが6割ぐらいで終わりましたね。まあいいです、全然気にしません。むしろここで連チャンするかどうかの方が大事です。あーやっぱダメか。V00 1ゲームでブラックホールが終わったので、お出目も物語ってますが、おそらくあとちょっとのところにいるはずです。もう一押しで天国に行けるところにいるはずです。ここで行ってくれたら嬉しい。838で矢沢とかないですか、ね、ないか。矢沢あってもいいと思うな。さあいい出目が止まってますね。もうちょっとなんじゃないでしょうか。さあ連続で中段リプ右上がりと引いて、右上がりの時に風が吹きましたが、おおびっくりした、いきなり来た、いきなり来ました。てか当たり軽くないですか。他の台もねおおむね軽いんですよ。あー来た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 、今ブルブルって来たよ。しかもバイブがさあ来ました。ベースステージでございます。ストックありプラス天国以上でございます。ライブモード天国のモード以上でございます。僕もねダーツで勝ってご褒美ダーツで真ん中刺されば多分こういう体になるんですよ。多分こういう衣装がすごく似合うと思うんですよね。腹筋マシンさえあれば。こんなひげは生やさないけど生えないし、ちょっとほら理想像がここにあります。そしたら俺腹筋マシン取ってこの体になったら次のご褒美これにするわ。これこれでもいいかな。セットにしよう。よくざとこれね、これしよう。あ、これ見たことある。なになになに、緑。
れてるよ。やった。30なのね。はい、もう一発、もう一発出ます。とりあえずはなんかまぐれで V 揃ったりしねえかな。止めた時点でブルッタバイブ来た。 V 出んじゃねえの。出ない。普通に揃うのか。なんだよなんだよ、俺もう完全に来ると思ったのに。ここに絶対こう VV って出ると思ったのにね。なんだよ、まあ嬉しいんだけど。そう、ぬか喜び。ちょっと15枚の引きが全然ダメですね。おそらくこのセットと前のセットで400枚取れたかどうかで、その前の AT も180枚とかなので、ここ3セットが、ね、全然ダメです、ね、さあさあ、まだストックがあるかどうか。あれ、
ない、なかった。2発で終わってしまいました。ただただなんかね、モードもまだすごい下まで、一番下まで落ちてるような感じはないですね。危ないですね。いや出るんですよ、実際出るんです、俺確認したから。巷じゃない、一部で話題になってます、ここの図柄、ここの数字の種類がね。まあ、でもあそこは2だったところで別に何が確定するわけじゃないんですけど、でも出るんです、実際。あら、おていうかね、天国がね終わったんじゃないかっていう感覚を覚えております。
何気にさ箱使うんだけど増える増える、これちょっと見えてきたよ、見えてきた、勝てるイメージも見えてきた。あなたにいつまでも笑顔でいていただけますように、人と人の触れ合いを大切に。炎だ、クロッチ前、容赦熱い、楽しい。あ、まあ、叩けてね。終わり、幸せを育んでこう。